この間の11月の、なんだ、全形のね、2級の工業簿記っていうのがあるんですけどね、まあ、ぜひぜひね、受けてほしい、すごく簡単に取れますから、受けてほしい、全形2級の工業簿記っていうね、試験があるんですけど、あれで出ましたね、あれで出ました、直接ある基準でしたね、196回です、196回のね、全形簿記2級の工業簿記です。ね、それはこれが出ましたけどね、この製造完成時の配布出ましたけど、それはね、直接材料費基準だったんですよ。ね、全然難しくないですよ。全件入金はね、あっさり取れますからね。したがってね、1日では終わっちゃうんでね。しかも合格レベルで一気にいっちゃいますからね。ということでね、まあ、ぜひぜひ、知らなかったっていう方はね、全件2級の工業簿記もね、まあ、セットで受けられるとね、日照がすごく難しい時に当たったとしてもですね、まあ、全件受かりますからね、一応資格履歴書に書けるということになるんでね、まあ、ぜひ、興味のある方は全件2級工業簿記って検索してね、申し込みをやってみてください。